CPU が持つかどうか、ちょっと僕もスマホの方で確認しますね。うん。倫理的に良くないんじゃないかな。やっぱ俺なんかそうかな。名前 GPU になってるね。うん、それで。GPU でいいんですか？うん、だって一応、非常勤とかしてるからさ、こういうね、テーマがこれだからさ、あんまりね、倫理的に良くないんじゃないかなと思って。今もう配信されてますよ。マジで？遅いじゃん。あ、スマホの方で始まった。何人ぐらいいるのかな？マイクです。URL 書いてないんですよ。入った。音量のバランス良さそうなんで、じゃあ、これで、スマホでチャットを見ながら。オープニング曲をね、作ったんですよ。流します。これって保存されるんですか？はい、皆さんこんにちは。何が保存されるの？これあのデータって保存されるんですか？あの配信の動画アーカイブですか？そうそうそう、アーカイブ。はいはい、アーカイブ残りますよ。あ、じゃあ消すの。映ってていいんですよ。AI 勉強会、エッチな遺伝的アルゴリズムで学ぶインタラクティブ GA の概要と難しさ、始めていきたいと思います。ちょっとね、あの、だいぶ、なんていうかな、あの、いろいろな先人の方に喧嘩を売るような画像になってしまいましたけれども、あの、そんな意図はありません。GA の概要と、それからインタラクティブ GA とは何かっていうこと、で、GA とインタラクティブ GA の難しさの違いとか、それから一番最後に、多分皆さんが一番気になっている、今話題の、遺伝的アルゴリズムで最高にエッチな画像を生み出そうっていうあれの、まあ、アルゴリズムのちょっと解説、僕が作ったもんじゃないですけどね、人のやつですけど、解説と、あの、ちょっとここは一つ問題があるんじゃないのかっていうところを、3人で今日、あの、ズームで繋いでるので、議論していければいいなと思います。ほい。じゃあ、スライド。ちょっとね、CPU がヒーヒー言ってて、あの、途切れ途切れになってたらコメントで教えてくださいね。音声が途切れ途切れになるパターンの時はね、あの、エラーっていうか、正常に配信できてないです。ほい。あ、で、お二人は、あの、適宜喋ってくださいね。僕一人で喋ってると寂しいんで。で、当資料の中の画像、コメント等は一切の使用許可を取っていませんので、再配布はなさらないようにって。アーカイブ残るんだよな。遺伝的アルゴリズムとは、で、私のあの、勉強会に、いつも参加してくださっている人はもうお馴染みだと思いますけれども、一応 Wikipedia で調べると、メタヒューリスティックな最適化アルゴリズムの一つです。メタヒューリスティックっていうのは乱数とかを使って、手早くざっくりとした解を求めるっていう、そういう手法ですね。で、なんか定義もまあ曖昧なんですけど、生物の進化の、過程をこう模倣したようなアルゴリズムになっていて、解を遺伝子で表現した個体をたくさんまず生成して、交差と突然変異と、まあ、選択、世代交代。これを行いながら、良い解を探索していくアルゴリズムです。手をつけとこう。BGM 入ってる。で、これの強みは、まあ、私が思うには、問題の性質がよくわからなくても、とりあえずこれ使っておけばいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、ある程度多方性にも対応できるので、あの、まあ、スケジューリング問題とか、ちょっと人間が頭をひねってもできないような問題にこういうのをぶつけてやるといいのかなと思います。で、こちらはムニムニ先生の YouTube の有名な動画で、遺伝的アルゴリズム GA でブランコの漕ぎ方を最適化するという形です。で、この1周の時間を32に区切って、0と1でこの人が座る立つっていうのを遺伝子に対応させてあげます。この遺伝子の設計っていうのはすごい大事ですね。遺伝子の長さは32ですね。はい。吉田さん、音がちょっと小さいかもっていう。ああ、音、私の音？声ですか？低いかも。音もう少し大きくならないですか？
こういうチャットが入ってます。動画の音量の話かな。このいらないです。この音入ってないので PCM 以外は声じゃないですか。声だと思います。声か。え、声小さい。声小さかったらすいません。コメントでもう一回教えてください。これ64個体を用意して、で一番焦げていた、一番高いところまで焦げてた4体を使って60人の子供を産んで、で64体親と親4人と60人の子供で新しい64の個体の集団として次の世代になって、っていうのをこうずっと繰り返していくとだんだん焦げるようになるっていう話ですね。声が小さいそうですね。よいしょ。声が小さいか。あ、すいません、声張るようにします。物理的に頑張ります。遺伝子は多分一応、なんかな、一応交差かな、一個一個の遺伝子が親の2人のどっちかを取るか 50% でみたいな感じで交差してると思います。で、大体みんな焦げるようになってきたら遺伝子の変化が収まってきて、このムニムニ先生が手で調整したやつよりもよく焦げるようになっていましたという、そういう手法です。さて、で、いろんな最適化手法っていうのがあって、この方がですね、佐藤さんっていう方がまとめてくれてるんですけども、ざっくり分けると、その連続値の最適化 0.1 とか 0.2 とかそういう小数取るような感じの、最適化と組み合わせ最適化っていうのがあって、で連続値の方は結構いい方法が他にあるので、まあそっちを使ってくださいと。まあ、GA もできなくはないですけど、他の方法の方が早い場合が多いかなって気がします。で組み合わせ最適化の方は結構苦手、他のアルゴリズムが苦手かなと思うので、こっちの方で GA 使ってあげるのがいいかなと思うんですね。で、その中でも特にスケジューリング問題。検索するときはナーススケジューリング問題とか、それしかわかんないや。で、検索してやると、ジョブショップスケジューリング問題ですね。あ、それだ。ありがとうございます。ジョブショップスケジューリング問題ね。複数のこう人のシフトとかを最適化するような。ああいうのって人間のこう、まあ、なんていうか、マネージャーが やるとですね、非常に苦手なので、まあ、GA をぶつけてあげるといいんじゃないかなと言われています。で、多方性っていう言葉があって、まあ、覚えなくていいんですけど、こう、回空間が。局所解がいっぱいあるような問題が、まあ、あるんですね。でそういう問題って単純なアルゴリズムだと小さいポケットにヒュッて入っちゃって、でもう出てこれなくなっちゃって、まあその付近では非常にいい解なんだけども、全体問題全体として見たらそんなにいい解じゃないっていうことがあるんですね。ですからこういうふうに谷がいっぱい、まあ、多方ってこう、まあ、山ですけど、谷がいっぱいあるような解空間の場合には、これに対応できるようなアルゴリズムを使わなきゃいけなくて、 GA はある程度対応できる。まあ、基本的にはこう多点でスタートして複数の個体で探索していって、で時々こうランダムにこう遠くにジャンプするみたいな、そういう感じのアルゴリズムであれば多方性には対応できるのかなと思ってます。シミュレーテッドアニーリングとか、ああいうやつですね。で、あとまた専門用語ですけど、 UV 構造っていう、そういう構造を持つ問題もあって、こう非常に何て言うかな、浅くて広くて浅い解と、狭くて深い解がこうあるときに、 GA っていうのはこうたくさんの個体でをこう交差させながら、ね、進化させていくんで、最初のうちにこう広くて浅いこういい解の方にこう全員入っちゃったりなんかすると、本当は最適解、そのグローバルミニマムが こっちの狭い谷の方にあるんだけども、そっちの方に個体がいなくなっちゃって、ここは探索できなくなって、浅くて局所解しかこう見つからないっていうこともあります。のでこういう場合は個体数をめっちゃ増やして、こっちの狭い谷にも個体を何体か保持するように気を使うか、まあ収束力を調整ですね、その分布、集団の分布を急に狭めるとこういうことが結構起きるので、徐々にこう慎重に狭めていくとこっちの方も残ってくれると思うので、そういうふうにしてあげるといいと思いますね。で、まあなんかこれは諸説あって、嘘か本とかわかんないんですけど、進化の話で工業安価ってのがあって、
イギリスかな、これは。このガみたいなやつが、産業革命の前は、木が白かったんで、基本的には白いガが、まあ、擬態ですよね。食べられにくいので、メジャーだったんですけども、まあ、産業革命で煙がいっぱい出て、木が黒くなると、突然変異で出てきた黒いやつが、まあ、たまたま食べられにくかったんでしょうね。そいつがたくさん増えて、今ではまあ黒い方がメジャーになってるというような感じで。本来進化っていうのは、まあ、何百年、何千年とかけて、非常に長い時間かけて、その、形質が変わってくるものなんですけどね、生物の進化っていうのは。だけど非常に今、これ50年ぐらいで短いスパンで、表現形、形質が変わったっていう、例としてよく知られていますね。これもネタですけども、すいません、この方のツイートですけど、神戸大学の生物学の講義でポケモンの進化が否定される。ポケモンの進化は、生物学的には変態ですね。進化っていうのは世代を経て、親から子供、子供から孫へっていう中で少しずつ形質が変わっていく、まあ、突然変異もありますけれどもね、形質が変わっていくものなんで、一代の中で同じ生き物が劇的に姿を変えるのは、まあ、変態ですね。はい。なんかここまででお二人なんかあります ?GA の説明になってないんだよな。進みますね。黒いガの話面白かったなって。ああ、よかった。検索してみてください。はい。で、じゃあ GA のちょっと、まあ、アルゴリズムじゃないけど、ちょっとハイパーパラメータをですね、一覧にして並べてみました。結構、調べると、日本語の論文がかなり多くて、日本人の先生方がかなりこう、開拓してくださった領域なので、文献はすごい読みやすいですね、日本語の論文だって。だけど、なんかこう、人によって言ってることがまちまちだったりするので、なかなかまとめづらいところがあって、私なりにこれまとめてみましたけど、その離散的な GA と連続的な GA。まあ、もともとは離散的な GA、離散的な問題を解くために、その、発明されたものだったんですけど、まあ、そのアルゴリズムで連続値にも対応できるんじゃないかってことで、後からこっちが作られたような、経緯があるんですけども、例えば集団のサイズ、その、個体の数はいくつ置けばいいのかっていうと、だいたい 10N ぐらいっていうふうに言われています。N ってのは、パラメータの次元数ですね。まあ、パラメータの数。さっきのブランコだと、32個のパラメータでしたね。01が32個並んでたんで、だから 10N だから、まあ、このお作法に従うと320個体置くのが良いという目安っていうことですね。で、親の数は、まあ、もともとはその生物の進化を模倣してるんで、二親ですね。2人の親を選んで子供を作るっていう、そういう。だけど、まあ、多親っていうのもあります。で、子供をいくつ産むかっていうと、まあ、これもいろいろ選びようがあるし、親の抽出っていうのは、その子供を産むために親を2人選んでくるわけだけど、その親をもう一回、親が良ければ、もう一回個体群に戻していいかどうかっていう。復元抽出は、まあ、いい親であれば、また戻る可能性もあるし。非復元抽出っていうのはもう戻らない。親は基本的に子供を産んだら死ぬという。で、子供の中からいいのが2人戻っていくっていう形ですね。で、交差はなんかいっぱいあって、まあ、1点交差、2点交差っていうのは生物の、染色体の、まあ、交差と同じですね。途中で1箇所ブチって切って、チェンジってやるやつね。で、1応交差っていうのは一つ一つの遺伝子が親のどっちを取るかっていうのが、まあ、五分五分みたいな感じですね。とか、まあ、なんていうかな、円順列みたいに、こう、遺伝子が循環できるような設計であれば、この辺の差物和交差とか、まあ、巡回セールスマン問題とかの場合は、こういうのは使われることもありますね。で、突然変異、なんか、GA やる人、なんかな、これから GA 始める方って結構突然変異がやりたいと思ってるらしくて、まあ、一つの遺伝子を、チェンジするのか、まあ、いくつかこう、あるんですけど、なんかあんまり個人的にはそんなに重視してないですね。突然変異を入れるぐらいだったら、集団サイズを増やしたい。こっちが基本的には探索力に影響してくると思うんで、こっちはまあ、まあおまけみたいなもんかなっていう気がしてますけどね。で、突然変異率も、まあ高すぎるとなんかランダム探索に近くなるし、まあ低すぎても効果がなくなってしまうので、まあ、ある程度の値にしなきゃいけないとか、ね、選択ね、これも重要で、エリート選択っていうのは、
まあ、子供の中から複数の子供の中から一番良かったやつらを集団に戻すっていうやつですね。ただそれやるとその多様性がちょっと失われやすいっていうのがあって、エリート選択で1体選んでもう1体はなんかもう少しランダム性度強いルーレット選択、ランキング選択、トーナメント選択とかにするっていう場合がありますね。ルーレット選択ってその子供の評価値に応じて応じた確率で選ばれやすくなる、いい子供ほど高い確率で選ばれるっていう、まあ、基本的にはランスっていうか、まあ、ダーツを投げるような感じなんですけど、あれね、パジェロと一緒ですよ。今の人って分かんのかな、パジェロフレンドパークで、だからいい個体っていうのはそのパイが大きくて当たりやすい、刺さりやすいっていう、そんな感じで選ぶのが ルーレットで、でランキング選択っていうのはなんかさらにそのルーレット選択をちょっと修正したやつで、評価がいいやつ、ダントツで評価がいいやつがいるとほとんどそいつのパイになっちゃって、まあ、ダーツ投げたら絶対そいつ当たるみたいなことになっちゃうんで、ちょっとそれをこう和らげてあげようってことで、評価値をランキングにして1位は一番大きい、2位は次に大きいって感じで、そのランキングの整数にしてを使ってやることによってちょっとこうパイの大きさをこう近くしてやるみたいな、調整してやるっていうのがランキング、まあ、ランキングによるルーレット選択って呼ばれますとか、まあ、トーナメントで戦わせて上位何位までが通過とかっていうんですね。これも、まあ、たまたまその弱い者同士のそのトーナメントの部分があったりなんかすると、そんなに強くなくても勝ち上がることができるんで、多様性が保たれるとかね。という、まあ、いろいろあって結構選ぶの大変なんで、これから GA やろうかなと思っている方は、理算的な GA をやる場合は、まあ、ちょっとお近くの経験者にとりあえず聞いてみて、おすすめのパラメータを聞いてください。連続的な GA は、なんか、レックスと JGG が結構性能がいいらしいんで、こういうのでちょっと調べて、この組み合わせでいくといいと思います。うん、で、ちょっとまた専門用語でね、MGG と JGG っていうのが論文読んでると結構出てくるんですけど、このハイパーパラメータをこう一個一個説明するのがめんどくさいから、セットにしたものがこちらになります。このサンドイッチはセットにしてます。MGG っていうのはこういうセットで、JGG っていうのはこういうセットです。ということで、出典気になる方は読んでみてください。で、実際どういう問題が解かれてるかっていうと、すいませんね、ネットから持ってきたもので、アメリカの50州 の首都、州都を、最短で回る、例えばルートを探索する。これは巡回セールスマン問題、トラベリングセールスマンプロブレムなんで、TSP 問題とかって言われますね。問題かぶってるな。TSP ですね。はい。で、待機会は一応これになってるらしいですけど、やっぱり局所会がいっぱいあって、さっき言った多方性ですね。こう、惜しいんだけど、そこそこいい会っていうのがたくさんあって、やっぱりこう、探索力が足りないと、そういう会しか見つからないという形ですね。で、まあ、順列の問題なんで、全部で何通りあるかって言ったら、2の59通りあるみたいで、到底その全探索はできないので、メタヒューリスティックのアルゴリズムを使ってその近似解を求めるという、まあ近似解とはいえできるだけ待機解を求めたいんで、そこは頑張るということですね。あとナップサック問題かな。これはキメられた容量の袋に、お菓子をたくさん詰めたいんだけど、各お菓子には占有するその容積とその価値が決まっていて、まあ、容積が収まるように入れるんだけど、その価値が最も高くなるような組み合わせを探すっていうことですね。結構これも難しくて、なんかこう、入れる個数が決まってれば探索する範囲ってかなり狭まるんですけど、入れる個数が決まってないので、小さいものをたくさん入れるべきなのか、大きいものを少数精鋭で入れるべきなのかっていう、なんかそこも含めて探索しようとすると結構やっぱり大変なんで、これは組み合わせ最適化問題の代表的なものと言えますね。あとな、近いのはなんか瓶なんとか問題でね、瓶パッキング問題とかいうのかな、そういうのがある。で、ちょっとすいません、宣伝になっちゃうんですけど、私はですね、VC オプトっていう GA のパッケージ、Python のパッケージを作ったので、まあ、興味がある方、Python でやりたい方はちょっと見てみてください。で、最近、公開したのが、これを使うとですね、ポケモンの氷の床パズルの難問ができるっていう。氷の抜け道でね、滑っていくところあるんですよね。こう氷の床を滑って、岩にぶつかるまで止まらないっていう。今のバージョンあるのかな？もう本当に初代と次の
金銀ぐらいまでしかちょっと私はやってないんですけど、年代がバレるな。結構これ難しくて、通らないとね、先進めなかったんで、結構そこで泣いたキッズは多かったですね。あと、またポケモンですけど、ポケモンでイロハウタを多分日本で初めて完成させたので、ギネスに申請したいなと思っています。この12匹を使うと、アイウェオをちょうど1個ずつ使いますね。46を。はい、宣伝ここまで。で、まあ、ここからが今日の本題というか、いや、本当は今日の本題はインタラクティブ GA なんですけど、まだ GA の話が続きます。一応ですね、論文ベースの正当的な、GA の手続きを、確認しておきますけれども、まあ、これ、あえてちょっと正しい GA という表現はしなかったんですけど、多分正解はないので、まあ、でも論文的にはこれがおすすめと言われているよっていうのをここに挙げてますけども、これ、機能分担仮説に基づく GA の設計指針という論文ですけれども、こう、まあ、個体群がこう分布していて、で、クロスオーバー、交差することによって、この分布が変わるんですね。で、こう、まあ、世代を経ていくと、この分布がグニ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 こう変形しながら、いいところですね、海空間の中のいいところに収まっていくっていう、有望なところに収まっていくっていうのが全体的な流れなんですけど、その時に気をつけるべきことを、この論文では2つ言っていて、まあ、何しろ個体の多様性の維持をしなきゃいけない。急激に、こう、多様性が失われて、こう、なんていうかな、環境に適応した個体がたまたま一人いたからといって、みんなそいつを見習って、そいつの子供になっちゃうと、ちょっと環境が少し変化したら、コロッと絶滅してしまいますよね。だから、まあ、いい個体はもちろんいてほしいんだけど、その周りには、こう、ちょっと多様で、普段はちょっと寝ていて何してるかわからない個体だけど、ちょっと環境変化するとすごい、パワーを発揮するような、多様性を保持しておくのが良いっていう、そういうことを言ってるんですけど、ここどこ読んだらいいの？こっちかな。GA では選択世代交代モデルは、個体群の分布を徐々に縮小させるように設計すべきである。一方で、交差というアルゴリズム、交差の部分では、個体群の分布は変化させないように、その中で探索するように、設計すべきであるっていうふうに言ってですね。で、まあ、この指針が示されるまでは、ちょっとそこがこう混ざってたんですね。で、それを、まあ、役割をこう分けてやって、選択モデルは分布を縮小させることに集中させて、交差のアルゴリズムは、分布の中の探索に集中させるっていうふうに、こういうふうに分担させてやると非常にうまくいきますよっていうことを言ってます。で、今回注目するのは、ここですね。個体群の分布を徐々に縮小させるように設計すべきでってところで、もちろん個体の分布が縮小していかないと、まあ、いい回に収束していかないので、当然それは収束は、だんだんちっちゃくはしていくんだけども、だけど、急激にちっちゃくしちゃうと、まあ、局所界に入りやすくなっちゃうんで、できるだけゆっくりっていう。まあ、シミュレーテッドアニーリングなんかやってる方は、アニーリングの速度をすごい遅くして、ゆっくり冷やしていくっていう概念でわかると思いますけれども、それと近いような感じです。で、YouTube で、遺伝的アルゴリズムって調べると、たくさんの方が動画アップされていて、いくつかちょっとピックアップしてきました。で、ここにですね、世代交代モデルを私なりに図示したものを用意してきました。で、さっきのムニムニ先生のブランコは、64体の個体がいて、で、エリートな4体を選んできて、それが親になって、自分たちは絶対保存されていて、で、60人の子供を産んで、で、この64人がそのまま次の世代の個体群になるっていう形ですね。それから、コウジさんの、物理エンジンで有名な方ですね。この、4足歩行の犬かな？熊か。熊を歩かせる。熊が上手に歩くように最適化するっていうやつは、20個の熊を置いて、で、ちょっとね、わかりにくくて、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、上位5体をまず抽出して、それで、上位5体はそのまま次の世代に行きます。で、その中のさらに、最上位の2体で、15体の子供を作って、この合計20体が、次の世代になるっていう形ですね。多分、そう読み取りました、私は。それから、これやばいっすよね。
遺伝的アルゴリズムで進化させまくったイモムシがすごすぎた。あ、これもコウジさんですね。まあ、これも同じ人なんで多分ほとんど同じアルゴリズムですけど、100本のイモムシを作って、一番遠くまで歩けた2体で98人の個体、子供を作って、自分含めて100体が次の世代になる。で、あと、人工知能かけるピカチュウ。ピカチュウに歩き方を教えた。ピカチュウ learns to walk by AI。これは50体のピカチュウを置いて、エリート5体から、こっちは、非復元でしたね、多分。この親の5体は捨てます。この5体から作った子供を50体が次の世代になりますね。うん、こういう形。それから、あ、これもムニムニ先生ですね。ハイハイを学習させた。この動画結構やばいんで、興味あったら見てください。結構面白かった。これも100人で、エリート5体で復元、ですね。はい。復元抽出で95体の、子供を産むという。それで、あ、これは初めてですね。ミスター・ツルピカ君。遺伝的アルゴリズムで玉転がし。これも面白い取り組みでしたね。ボールが、坂の上に何個か置いてあって、で、坂の間にこう、杭が立ててあって、ボールがそれぶつかるんですよね、転がるときに。で、ボールが下に来たときに、一番上での並び方と全く反対の逆の並び方になっているような、杭の配置を最適化するんですね。だから一番左からスタートしたボールは一番右で終了する。一番右からスタートしたボールは一番左で終了する。こう、クロスしてこう、下に降りてくるような、そういうピンの配置を探すっていうのをやってる。これ面白い。で、これは、多分私が読み取った限りだと、100個体、まあ、100個の盤面を用意して、一番スコアが高かった1個の盤面をマイナーチェンジする形で、また100個の盤面を作る。これが世代交代になってます。で、まあ大体みんな似てますよね。で、あとニコニコにもありましたね。マリオを走らせるってやつで、20人のマリオで上位の10体から子供20体作ってそれがそのまま次の世代になる。ほい。それから、なんならですね、GA とはって調べるとニコニコ大百科が出てきて、で、そこにこう分かりやすい例ってのが書いてあって、鏡音凛と蓮の作り方か。100人作って、一番歌が上手かった5体を、から次の世代の100人を産むということですね。ということで、そう。でですね、これだから、今日すみません、聞き手をやってくださってる沼さんからも、なんていうか質問があって、私も調べたんですけど、これちょっとなんか僕らが知ってる GA と違うな、ですよね。うん、そう。僕らはこれを、違います。だいぶ違いますよね。だから僕らこれ見たときに、ちょっとだいぶすいません、ぼかしを入れたんですけど、どうして笑うんだいみたいな感じで、どうして全交代させるんだいっていう疑問がここで湧くわけですね。全交代って何かっていうと、この例で言うと、64人いったものから4人を選んで、まあ子供を作って、まあ自分が入るか入らないかっていうのは、まあ、それぞれ違うんですけど、で、結局ここで60人を殺してるんですよね。60人殺して一番良かった4人の、その、系譜というか、その子孫だけで次の世代になってるわけで、なんかちょっとこれってなんか、生物の進化となんかイメージが違うかなって気がしますよね。ここ多様性、ここは本当は多様性があったのに、まあ良かった4人の他の60人は、まあそのいらないって言って切り捨てちゃってるっていうところが、こう、なんか私たちの知ってる GA とは違うなという。今挙げたのは実はみんなそういう形になっていて、ってかまあそういう形になってるのを意図的に挙げました。YouTube にちゃんと、なんていうかな、正しいっていうかその正当的な方法で、紹介している人もちゃんといますので、みんながみんな間違っていったわけではないです。で、まあなんでこう思ったかっていうと、その基本原則の一つを書いてるんじゃないかっていうふうに思っていて、で、まあ私たちが思う GA、なんか、普段はその論文読んで実装してるんで、私たちの GA は、例えば、まあ、MGG、この二進を取るような感じのやつだと、例えば個体が100個体いたら、そこからランダムに2体を選んで、で、子供を、まあ、例えば2人作って、まあ、MGG の場合は、復元抽出なんで、家族、4人の家族として、
その中から評価の、まあ、エリートが1体とランキング選択が1体って2体選んで個体群に戻すっていう作業をするんだけど、この選ばれた親のいた場所に2体が入ってって、残りの98体はそのままなんですね。だからまあ、一世代で実は2個体しか交代しないんですね。全然変わんない。で、まあ、こっちの JGG っていうアルゴリズムだと、まあ、これもちょっとパラメータによるんですけど、100個体いたら、例えば20体が親として選ばれて、ランダムに選ばれます。これはエリートではないです。で、そこから、親は捨てるんですけども、100人の子供を産んで、で、一番良かった20体を親がいた場所に戻すっていう作業をします。これが多分、まあ、木の運搬仮説に乗っかっていて、つまり、こう、なんていうかな、まあ、確かに、どこがそれに乗っ、仮説に乗ってるんだって、ちゃんと聞かれるとちょっとなんか自信がないですけど、ここ、要するにその、いい個体を選ぶっていう作業は、なんていうかな、ここ、子供に対する評価でしか行われてないんですね。で、その、世代を抽出して交代するところに関しては、なんていうかな、いいものを選んではいないんですね。ランダムに選んで、そこの場所に何かを入れ替えるっていう操作をしてる。これが世代交代で、で、一方で、分布を縮小させるっていう効果は、その、まあ、子供の中から良かったやつを選ぶ。ただし、いいやつばっかり選んでると、ちょっと急に縮小しちゃうんで、エリートが1体とランキングが1体みたいな感じで、ちょっとこう干渉させて、多様性を少し残しながらっていう、そういう風になってて。で、一方で、やっぱさっきのを見てみると、この、世代交代モデルの時に、まず、確かに説明すると難しいな。エリートを選んでるんで、まあ、ここでまず分布が縮小みたいなことになってですね。急激に分布が縮小していて、で、まあ、交差して、そこで分布は広がるのか、すみません、探索するのか。これうまく説明できないな。沼さん、なんか説明、うん。ごめんなさい、沼さん。あ、いいですよ、いいですよ。多分、その、N 世代目と N プラス1世代目っていうのは、うん、はい。その、N 世代目が例えば丸の形をしていたら、うん、N プラス1も丸の形をしていてほしいんですよ、きっと。はいはいはい。そう。だけど、YouTube で見る CA の場合は、はい、うん、N 世代目は丸、決まっていた丸だけど、うん、そこからエリートから子供を産んじゃったから、同じ丸とも限らないし、はいはいはい、同じ位置、近い位置にいる存在する丸じゃないかもしれないっていう。ああ、それ分かりやすいかもしれない。ので、木の分担仮説っていうのは N 世代目の丸と N プラス1世代目の丸はだいたい同じ、徐々に小さくなって収束していくのが理想だよねっていう仮説だと思ってるので、そうね、一気にちっちゃくなっちゃったり、はい、その分布の中の一部のちっちゃいものに対して考察とかしちゃうと、うん、その分布丸の形がそうだね、ちっちゃすぎたり大きすぎたり、はたまた違う形になっちゃったりっていうのになるんじゃないかなっていうので思ってます。いや、ありがとうございます。今のすごい分かりやすかった。100個体がこういう分布をしていたとして、で、例えば上位の4体を選ぶみたいな話になった時に、例えばこっちのなんかちょっと 見づらいと思うんだけど、こう変な向きの4体がたまたま選ばれたりすると、でその4体で次の分布を作ると、この楕円の形引き継がれないですよね。違う形で次の世代が生まれてくるんで、分布の形がぐにゃっと毎回変わってしまうっていう、うん、そっちの方向に分散がね偏ってしまって、うん、本質的にもしかして UV コード無理なんですよ、そういう風にしちゃうと。要は変な話です。たまたま初期世代では広い開口群のところに入ってれば、はい、まあいいんですけど、狭いところに入ってればエリートが入ってないんですけど、大体そういうことないから、うん、そうだね。まあそうすると本当にまあ、ローカルミニマムで落ちやすくなるっていうのは、まあ、イメージ的にはしやすいのかなって思いますね。いや、ありがとうございます。いや、今のすごい分かりやすかったね。100個体いて、上位の4個体が、まあ、多分ほぼこっちに入ってるんですよ、序盤は。で、そいつらだけで子供を産むと、もうここの中しか産めないから、もう、まあ、その時点で、次の世代で瞬間的にもう谷に入っちゃう、こっちの U の方に入っちゃうっていう、直ちに局所界に入るっていう感じですね。それはその通り。一種多様性を確保するっていう意味なんですよ。だから収入も多分遅くなりますよね。遅くなる、そう。だけど、遅くなるのがミソなんですよね、多分きっと。そう、できるだけ遅くするっていうのが、そう、もうできれば無限時間にしたい。無限は無理だけど、それくらい遅くしたいですね。で、さっき言った、
一世代に高々2個体しか入れ替わらないっていう、その、まあ、正統的な GA っていうのは、まあ、その2個体が入れ替わるんで、その残りの98個体っていうのは全く保存されてるんで、こっちの方にいたやつらはこのままにいるかもしれないっていう。まあ、繰り返していくとどうなるかって思ったら違う。繰り返したとき、たまたま判断したときに、うん、こっちの方が良かったっていうところでいけるかもしれないし、だったらそのアルゴリズムによってはいけないかもしれませんよね。要は。そうね。うん。でそこはすごく難しい。まあ、そう。だからまあ、悪いとは言わないんですけど、この YouTube のやつは、その、非常に局所界に素早く収束させるためのアルゴリズムになっちゃってるんですよね。変な話、例えば、うん、谷が、すごい、最適解が2つあるみたいな、とか、はい、あの UV みたいなやつ、真ん中に広いのが、広く狭い、はい、あの深く浅いやつがあって、はい、谷が2個あるみたいなやつだと、はい、あの1個の谷には落ちるけど、もう1個の谷は落ちないみたいな、ね。はい、そうですね。うん、そういうことも、そう、うん、発生しちゃう。いや、おっしゃる。そうそうそう。だから、まあ、この配信者たちがそれをちゃんと、なんていうか理解しているかどうかちょっと定かではないんですけど、とにかくこの方法っていうのは、早くし、なんていうかな、局所界に手早く収束させたいときに使う方法で、私たちが普段論文で見てるのは、なんていうかな、帯域界、グローバルミニマムを探すためのアルゴリズムなんですね。まあ、目的が違うと思えばいいと思いますけども、私たちは普段そっちを見てるんで、ちょっと YouTube のアルゴリズムを見ると、あれなんかちょっと思ってるのと違うなっていう疑問が湧いて、今回ちょっと、ここでスライドさせてもらいました。逆に YouTube で、それや、うん、こっちの方、普通の我々が考えてる方をやるとどうなんですか、ね、はい。多分すごい時間がかかると思う。あとは、なんか、説明が多分ややこしくなって、もう親を選んで子供を産んだらそれが次の世代になるっていうのが多分、一般の人には分かりやすいと思うんで、なんか2個体しか入れ替わらないってなんかわけわかんないじゃないですか。これ収束するのっていうところで、だから子供でその選択するっていうところは多分、いまいちピンとこないっちゃピンとこないかもしれませんね。そうだよね。ちょっとステップが1個多いですもんね、これ。親で選択するのは普通みたいなところだけど、うん、生まれてきた子供に対して選択をするんですか、うん、みたいなっていうのは、なんかその辺は確か違和感があるかもしれません。普通になんか優秀なやつ残しとけばいいだろうみたいなのは。ね、一般的な感覚、一般的というか、多分僕もそっちの感覚ですもん、普通に考えたら。そう、素朴に考えたら。わかります。そうじゃないよって話ですよね。いや、その通り。というところですね。はい。まあ、ここまでがちょっと GA 一般の話でした。あ、ちょっと一回コメント読んどこう。まあ、声が小さいってないとして、すべての GA が機能分担仮説にのっとっているんですか？ということですけど、まあ、乗っ取ってない GA もあるということですね、そういう意味では。まあ、でも GA ってきっとなんか定義として広いんで、いいんでしょうね。多分その思うのは、うん、機能分担仮説に乗っ取った方が、待機会が求まるよっていう方針っていう認識の方がいいのかなっていう。うん、素晴らしいまとめです。待機会を求めたければ、機能分担仮説に乗っ取るべしという感じですね。まあ、でもなんか YouTube のやつとかもなんかうまくできませんでしたとか結構ありませんか？なんか。ああ、わかります。あの問題をもうちょっとちゃんとね、待機会バージョンでやったら実は見つかるんじゃないかっていうのが、ね。とかそういうのがあるのかなって思います。だから、誰かやってください。ちょっと僕もね、やりたいんだけど、ブログは書いてるんだけど、なかなかね、YouTube の動画にするのってすごい大変だから、だからこの配信者は本当尊敬しますね。次のコメント。親一体やば。あ、これかな？親一体やば。これやばいっすね。ずっと YouTube の方だと思ってました。正しい方法の場合、まあ、正当的な方法の場合、ものすごく適応度の低い個体はどれだけ世代を経ても残り続けるんですか？ものすごく適応度が、低い個体も、残る可能性があるみたいな感じかな。ここの98体は残るんで、まあ、たまたまそれが選ばれたり選ばれなかったりするんで、ずっと選ばれなければ、こうなんていうかな、世代交代のチャンスが来ないので、すごい、まあ、現代で言うとシーラカンスみたいなイメージかな、なんかすごい古代の遺伝子が残ってるみたいなやつもあると思って、やっぱり古い遺伝子の中にも良きブロックがあるか、良きその組み合わせの元となるものがあるかもしれないんで、残しておくのが大切っていう考え方ですね。次のコメント。あ、ごめんなさい。はいよ。まあ、なんか、こういうふうにやっても、うん、落ちるときは本当全部落ちてきますよね。なんか、時々、なんか、すごいぶっ飛んだ方向になんか飛ぶんですけど、
何回繰り返していくと、はいはい、なんかシュ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 って落ちてるっていう、これあの動画を作ってる研究室とかあるんですけど、そのイメージとしてこういう MGG でやってみたらこんな風にここに落ち、ここが最適解なんだけど、最初ランダムなんだけど、どの子どこうんにょこうんにょこうんにょこみんなで、そのみんなでそのうんにょこうんにょこ行くわけじゃないんですけど、なんかやっぱり最後終的に近くに行くっていうのはありますね。だからあんまり残らない感じはしますね。残ったとしてもあんまり影響力ない時もあるのかなとか。残るっていうのは、例えばその選択でなかなかあの選ばれなくて、親が選択ランダムで選択されなくて、なんじゃいな、あれですね、あんまり進化のチャンスがなくて、なくてもなんか選ばれた時に結構世代経ってたら、うん、まあそっちの方に行ってしまうので、あ、そうね、だからあまりそのすごくなんだろう、わかります、永遠に残り続けるってことはないんですけど、うん、なんか時々面白いことが起こるかもしれない可能性があったりするので、そうですね、そうですね、そうそうそう、ここでね、何匹かここの領域に入って頑張ってくれてるんだけど、やっぱりランダムで選ばれるとすぐこっち行っちゃうっていう性質がね、うんうん、あるんで、それは本当に難しいと思いますね。研究者は本当にそこと戦ってて、あの、まあ、本当にもうこういうなんかベンチマーク関数でもう人工のめっちゃやらしい問題を作って、それをちゃんと解ける GA のそのモデルを組むっていう、あの、なんか見えない敵と戦ってるんで、本当にあの研究者大変ですね、そこは。次のコメントいきましょう。大気界を探るために多様性が少しずつなくなり収束するようにする必要がある、という、機能分担仮説にのっとった方が良いということですねと思います。大気界を探る場合はそういうふうに言われています。次、正直 YouTube でよく見る方法が直感的に分かりやすい。そうですね、世代交代のモデルとしては、まあ、分かりやすいですね。直感的な理解がしやすい。まあ、ここから入るっていうのは別に間違ってはないかなと思います。じゃあ、いや、コメントありがとうございます。じゃあ、今日の本題。いや、今日はね、違う。インタラクティブ GA の話をしたいんですよ。はい。で、ここで新しいワードできました。インタラクティブ GA とは何ですか？別名を対話型 GA とか、っていうのかな。で、これはちょっとね、後半明らかにスライドの質がクオリティが低くて、ちょっと明らかに時間がなかったんですけど、GA において評価関数が設計不明、設計不能な場合に、評価関数を人間が代替するものをインタラクティブ GA と言います。つまり、パソコンの中で完結させるときは、評価関数っていうのを作って、その、ある個体を評価して、一個数字を出さなきゃいけないですね、スコアを。だけど、それが出せない、あの、プログラムに書けない場合、例えば人間が食べて美味しかったかどうかを判定するとか、人間が見てこれすげえと感動するかどうかとか、そういうのってプログラムにできないので、そういう評価を使う場合には人間と機械がやり取りをして、このキャッチボールをしながら GA のプログラムを回していく必要があって、それをインタラクティブ GA と言います。人間とのインタラクションですね。だから、まあ、パソコンが個体を生成する、でその個体を、なんか現実世界に具現化して、まあ、味の場合はなんか食べる、食べて美味しかったかどうかをパソコンにまた返してあげて、でそこでパソコンの中で交差させるっていう、それを繰り返していく感じになります。で、だから味、香り、センス、この辺の最適化がここで使われる。で、課題があって、まあ今分かった通り、評価コストがめちゃくちゃ高くて、ドレッシングっていうか、まあ、あの味の場合は、そのレシピは出てくるんだけども、それをまず、フライパンで作って、人間が食べて、パソコンに入れるっていうコストがめっちゃかかるんですね。材料も必要だし、時間もかかるし。だから普通の GA ってちなみに皆さん、あの何百万世代ってやるんですよ、パソコンの中で。でそれ何百万回って人間できないので、あのコストがすごいかかるんですね。でそれから、じゃあ 何百万食食べてくださいって言われたら、まあ、食べられないし、食べられたとしても後半の方疲労してだんだんめんどくさくなって、あ、もうどっちでもいいやってこう評価が適当になるんですよね。だからこの辺が結構問題ですね。で、ここで、このスライドで伝えたいことは、あの、普通のパソコンで完結する GA と違って、インタラクティブ GA は、ここの部分が立足になる。圧倒的にここが課題になるので、全く別のゲームになっていて、あの、交差方法が何だとか、あの、個体数が何だっていうのは、なんか、あんまり関係なくなって、こっちが重要になります。と、いかにして評価コストを下げるかが重要になります。だからなんか細かいなんとか交差がどうのってのは、うん、まあ、もちろん厳選すべきなんですけど、まあどっちでもよくなりますね。
1回あたりのさっき言った料理をするコストとか、まあ、香りを発生させるコストとか、 そっちの方をいかに小さくするかっていうのが主目的になるというイメージですね。だから名前は似てますけど全く別のゲームだと私は思ってます。あのインタラクティブ CA を何回かやってきた人間としてはですね。で、一応事例をちょっといくつか紹介させていただくんですけど、まあ論文調べると結構あっていろいろ生成してるんですけど、私が携わったやつだとウェブ広告デザインを例えばこう、最適化するんですね。あのウェブ広告なんでクリックされるかどうかがポイントなんで、人がクリックしやすくなるような、まあ、なんかこうド派手なデザインにするみたいな、そっちの方向に最適化していくとか、商品のパッケージデザインを最適化するとか、あとこれ、ドレッシングですね。これ混ぜるのめっちゃ大変なんですよ。パソコンの中から、なんていうの、オリーブオイルが 2. 何グラム、塩が何グラムってこう全部レシピが出てくるんだけど、そこまではいいんだけど、それを僕が混ぜなきゃいけないから、このなんか何十本かのドレッシングを作るのに3時間ぐらいかかるんですよね。で、さらにこれを食べてもらわなきゃいけないんで、超大変です。で、今ちょっとやってるのはカレーのスパイスの最適化で、まあ、やってることはドレッシングと一緒なんですけど、もっと大変ですね。こうドレッシングはサラダにかけるだけでよかったのに、カレーの方は煮込まなきゃいけないから、これ今皆さんに多くの方に協力していただいて、あのスパイスをあの郵便で送りつけて、2つ食べ比べて評価を Google アンケートフォームにあの答えてもらうっていうのをやってます。ちょっと今、あの1世代目実は終わったんですけど、私が疲れちゃって今ストップしてます。あの早く2世代目に行くようにします。で、あと、まあ、ちょっと論文1個持ってこようかなと思って、これは、インタラクティブ GA を使った効果音の生成ですね。で、まあ、一応聞きますか、さっき。初期世代は、まあ、ランダムな音で。これ多分音ちっちゃいんだろうな。まあ、聞こえなかったら言ってください。で、これを、生成した音を、被験者に、まあ、アンケートとして提示して、どっちの方がより爆発音に聞こえますかっていうので選んでもらったのが、今から聞かせるものです。まあ、こんな感じで、200世代経つと結構爆発っぽいインパクトのある音になっていて、で逆に同じ初期世代だったんだけども、被験者の人に、癒される音はどっちですかって選んでもらったのがこっちです。あ、なんかヒーンって感じですね。だからまあ、あの違う方向にちゃんと進化していて、あのまあ短い1秒ぐらいの音ですけどちゃんと進化できてるっていう。結構ね、まあ、ちょっと余談になっちゃうんですけど、結構この研究面白くて、ちょっと持ってきたんですけど、なんかまずね、まずギャンを学習させるんですよ。ジェネレーティブアドバーサリアルネットワークね。で、これはあの、本物の音をいくつかたくさん用意しておいて、で、機械で生成したジェネレーターね、ジェネレーターが生成した音と本物の音を聞き比べて、ディスクリミネーターが、まあ、これは本物だ、これは偽物だってこう判定するんだけど、で、この、判定器が偽物を本物と間違うような、いい音をこのジェネレーターが出せるようにこう両方とも進化させ、あの学習させていくんですね。で、これちゃんと学習できるとこのジェネレーターはあの本物と見分けがつかない音を出すようになるわけです。で、その出来上がったジェネレーターをここに持ってきて、で、ジェネレーションするその元となるのは数字の、あの羅列なんですけど、その数字の列から音を出す。で、人間の評価をして、この数字の元、潜在変数、潜在ベクトルっていうのか、この数字の並列が、あの、良い爆発音になるように、その、変えていくっていう、そういう、こっちが GA パートですね。インタラクティブ GA パート。2段階になってですね。だからまあ、ジェネレーターはこれ、今、音の生成ですけど、結構、あの、他の画像の生成とか、なんかの生成っていうふうに、まあ、それぞれジェネレーターを取り替えてやれば、この同じフレームワークで、まあ、インタラクティブ GA できるっていうような研究になってます。面白い。で、まあこういう、具体例でしたけども、最近すごい話題になってるやつが多分今日配信見てくださってる方は全員多分これを見に来てると思うんですけど、遺伝的アルゴリズムで最高にエッチな画像を作ろう。
っていうのがあって、これめっちゃ流行ってて、このサイトを訪れるとね、まず2つの映画が提示されて、で結構今もう1万世代超えてるんで、割とエッチなのが出来上がってて、まあ、その中でもこうどっちがよりエッチかなっていうのをクリックしていくと、自分の投票がちゃんと反映されて、どんどん進化していくっていう。今日どうですかね、これ沼さんとあと、東堂さん。これ最初の世代の時に、はい、めちゃくちゃクリックした記憶ありますよ。その当時は何世代ぐらいでしたか？当時まだ50世代とかですね。あ、じゃあかなり初期ですね。かなり初期で、なんかもう人の体はない時に。最初なんか本当モザイクでしたよね。どうやってこれできるんだろうって。そう、そうですね。そう。で、一応、まあ、下の方にですね、アルゴリズム書いてあったんで、ちょっと解読すると、そもそもまずなんか、GA で画像を最適化するっていう、まあ、ブログがあって、他の方のブログがあって、それを参考に、まあ、作ったっていうふうに前置きがあって、一世代は40個体。で、画像を構成する図形の数は、3000個ですね。丸とか四角とかを、こう貼り付けてるんですね。で、その位置と色と、あ、ここに書いてあるか。位置、大きさ、色、透明度、図形タイプ。これを、四角はないですね。ごめん。四角か、矩形と楕円か。のタイプっていうのを、3000個こう貼り付けて画像を作っている、パッチワークっていう感じですか、折り紙ちぎってこうモザイク状に貼って幼稚園の頃って画像を作ったと思いますけど、そんな感じですね。で、一つの画像を構成する図形は3000個なんですけど、1個の図形が、5つのパラメータを持っているので、遺伝子このなんですか、遺伝子としては多分1万5000、遺伝子あるんじゃないかなと思いますね。で、試合回数っていうのがちょっとよく分からなかったんだけど、多分一世代の試合回数で2000回の試合、2000クリックが集まったら次の世代に進化するようになってるのかなと想像します。うん、で、40個体のうち5個体が、生存するっていうのは、だから、2000試合で40個体を何らかの方法でランキングにして順位を決めて、上位の5人が、生存し、ちょっとすいませんね。日本語が読めない。なんかこの文章全然頭に入ってこない。35個体は、その、まあ、何らかの方法で生成する。子供として産むってことですね。本当に理解できない。はい。で、交差方法は、選ばれた2体の親の遺伝子からランダムに3000個の遺伝子を、かぶりなく選ぶ。かぶりなく、重複なく選ぶってのは、わかんないな。なんか遺伝子の設計が多分ちょっと、私の思ってるのと違うな。ごめんなさい。ちょっとちゃんと説明できないけど。わかる人いたら教えてください。なんで、まあ、気になるのは、2000回の試合でどうやって順位を決めてるのかっていうことですね。なんか、ランダムな試合をさせて、勝率で取ってるのか、きちんと、順位を気にしながら、こう、順位不明な奴らをバトルさせて、勝ち負けでこう、並び替えて、きちんと一列に並ぶように2000回マネジメントしてるのか、ちょっとそこは謎ですけど、なんかやってると。で、多分、交代方法はさっき全個体に当たるのかなという気がしますね。5個体を40個体から5個体を選んで、それの子供として次の世代を作るということだと思うので、まあ、全個体制に近いかなというふうに思ってます。で、ちょっとすみません、余談なんですけど、私も実はその この方が参照したその大元の画像 GA でやるっていうブログ、それをですね、たまたま同じブログを参照して記事を書いてます。マリオと不思議種をまあ、お手本の画像に近くなるように GA で最適化するっていうのをやってみてますんで、ある程度その難しさっていうのは分かってます。で、まあ、話戻りますけど、これを見て、今日ここで、ね、議論したかったんですけど、進化が停滞してきているのではっていうふうに思ってます。この作者のツイッターかなんかを見ると、いつだったかな、5000世代超えたあたりから、そのクリックする人が少なくなってきたので、皆さん、まあ、飽きてきたってことですよね。飽きないで。たくさんまだクリックしてくださいってこう呼びかけてるのがあって、で、まあ確かに多分人も減ってるんだと思うけど、まあ、
それもあるけれども、その、そもそも GA として進化が停滞してるんじゃないかなっていうのを思って、ちょっと今、見ていています。で、ちなみに有志による自負があって、1万世代ぐらいまでを多分、初期からこうやって自負でやってるんですと。まあ、最初にまあ、ちょっと胸が出現して、そこから、まあ、だんだん、あ、手も出てます。なんかこっちに手みたいなやつもちょっとなんか見えるな。なんか脳が補おうとしている。だからこのまま順調に進むと多分手足がちゃんとできて、あ、こっちかな、手は下か上かちょっとわかんないな。で、何が言いたいかというとですね。あ、ごめんなさい。どうぞ。まあ、この僕、この画像を作ることはそもそも僕によくわかんないんですけども、まあ、まあそこはね、賛否が。例えば賛否というか、そもそもそのネタとして選ぶのはまあ一つ何かすごいステレオタイプを駆動化させるあれだから、まあ、ちょっと危険な感じはするんですけども、それは置いといて、それは一応指摘としてやらなきゃいけないんだけど、それはちょっと別の事例の話でね、安田さんが今言った、はい、停滞するっていうところに関して、それは参加者がいっぱいいれば停滞しないものなんですか。今の言い方だと5000世代から人が少なくなったか停滞したってみたいな感じで聞くんですけど、あ、わかりました。そういうわけじゃなくて、そう関係ないんですよね。人が少なくなっていることと停滞していることは関係なくて、停滞しているっていうのは、まあ、停滞しているかどうかっていうのはちょっと今から議論したいんだけど、停滞しているとしたらそれは GA の設計が実は原因だっていうことを言いたいんですね。そう、まあ、人がいるかどうかっていうのは単にその、まあ、進化の速さっていうかプロジェクト自体がどれぐらいの速さで進行するかっていうことだと思うので、まず停滞っていうのは、この前で停滞っていうところから議論しなきゃいけないってことですか。そうね。っていうのは何かってところ。停滞、まあ、確かにでも停滞を話す前に、今指摘にあった、その、たくさんの人が評価することと少数の人が評価することの意味っていうのは、確かに一回話しておきたいところがあって、その、この今出来上がった人って、本当に不特定多数の人がクリックした結果なんで、大多数の人の、なんつうかな、平均値的な、まあ、みんながこれはエッチだよねって思う、ものが出来上がっているなんて、ある程度そこは個人の趣味っていうのはこうそぎ落とされている抽象的な概念として ここに残ってるはずなんですよね。だから最初に、これね、何世代か分かんない、最初にこう胸が2つ出現するんですけど、ちょっと笑っちゃいけないな、それは至極真っ当で、まずそもそも何がエッチなのかっていう定義が全く与えられなくて、3文字しか与えられないわけですよ、エッチので。その中で人がみんな考えて、何が出たらエッチなんだという考えて、もちろんこの最終的なこの姿が提示されればもちろんエッチだっていう判断はできるんだけど、ランダムな画像の中からこれだけあれば最低限エッチって言えるものがまず先に出現するんですね。でそれが胸だったということですね。だそこ結構面白い。そこは結構だから人によって違う、そうなんですか、万人が入ったから、まあ、象徴としてね、胸が多分出現したけど、またそういう、なんていうかな、特殊な人たちの少数のコミュニティに同じ問題を投げかければ、胸じゃないものが出てくるかもしれないし、そこは。今回のテーマは、本当、ちょっとテーマの話戻っちゃうんですけど、要は、はい、テーマ的にはちょっとあれかもしれないですけど、例えば、言葉にできないような、あれなんだろう、言語ができないような知識とかを、こういうので、コミュニティとかでやってみて、うん、あ、この人たちはこういうふうに、例えば、ある概念をこういうふうに考えてたのとか、ある概念についてこのグループはこういうふうに考えてたんだっていうことを視覚的に出すっていうアプローチを僕はね、悪くはないんじゃないかなと思います。今回はこれだったし、すごいあれステレオタイプ的なもの出ちゃった、うん、いっぱいやってたから、ね、平均で出ちゃったし、うん、であと多分ですけど、見たらそっちの方向にみんな人間行っちゃうわけじゃないですか。そう、最初にそっちの方向に行きかけると、うん、よし、そっちに進めようっていう、そのシステムが集団を変にアクティベートさせちゃって、要は人間そのものが実は谷っていう指だったら、はい、あるいはローカルミニマムの方に走っちゃってたのかもしれない。最適解そのものが実はもうこの画像によってバグされてた、バグというかおかしくなってたのかもしれない。でしかも多分このシステム全交代だから、要は一人頑張って勇者が V の方に作ろうとしたとしても、うんうん、戻ってこないんじゃないですか。もう戻せないですね、多分ね。だから二重の停滞、僕の中でね、まあ、二重停滞ループがあって、要はそもそも人がこの画像を見たときに、うん、そっちの方向に走ってしまう。要はみんな、はい、オプティマムっていうか、うん、最適解が移動してしまう人間によってっていうのと、はい、
全国化のために、はい、別の可能性を作ろうとしたときにそれができなくなってしまう、もう逃げ道がなくなってしまうっていう。分かった、うん、でどっちかというとこの後者がすごく倫理的に引っかかる部分だと僕は思う、うん、はいはい、あ、今の指摘はすごい繰り返しますけど、一回こっちに入ったときに、まあ、胸が出現したときに、まず一つは人間がまあ気を使ってよしそっちの方向に行こうってみんなこっちになだれ込んでくるってのと、もう一つは全交代の仕組みによってこっちしか残んなくなるっていう二重の効果によってあっという間にこっちに入ってしまったっていうことですね。だからすごくこういう設計をするときすごい危険なし、あの要は一つあこっちに近づいたからみんないいやって思っちゃうっていうところをなんとかしてそのせき止める方法と、そもそも多様性がデータとして入ってるようにしないといけないっていう二つのあれを作らないといけないっていうのは、このある停滞というか、あの、うん、保証をするために必要なんじゃないかなって思うんです。確かに。っていうのは僕の今の考えですね。いやいや、確かに。これは重要な指摘ですね。一人ぐらいええよ。いや、俺は絶対黒髪がいいと思ってても、そっちの方には持っていけないですよね。で、だけど、例えば、僕これ、あのね、時々思う、だから例えば5000世代で、黒髪誕生したら多分黒髪になってたんですよ。あ、たまたま赤い髪の毛として貼られてるところが赤かったから、うん、赤にしちゃったんですよみんな。ああ、それはあるかもしれないな。黒が先に出現してれば黒になったかもしれない、うんうん、それはそのさっき言ったあの最適化がそもそも流動的になってしまうっていうところだし、そう、ね、あ、そういうことか、うん、でっていうところなんですよ、うん、ああ、よくわかりました。それ結構危ないって思う、うん、まあ、本当に偶然の産物ですよ。偶然が連続してこれができてるっていう。偶然によっては人間って支配されてしまったら、いやそうですね、一気にいくよって話なんで、こうしかこういうテーマだからさらにやばいよって言ってるの。ちょっとテーマ的にはね、ちょっとセンシティブですけど。いや、ちょっとじゃあ、あの、遺伝子の多様性について僕の考えを述べますけど、まず初期の方の頃のやつを見ると、まあ、当然画像がランダムになるんですよね。で、まあ、これは当然いいんですね。でちょっとこう真ん中に丸が、こう白い丸がありますけど、この辺が多分その胸の原型みたいなものだと思いますけども、まあその他の画像を見ても、ほとんど関連性がないかな。ちょっとこの辺なんか白いのが被ってるのあるけど。だから初期はすごい多様性があったんです。で、次に5000世代目、ちょうど真ん中あたりを見てみると、かなり出来上がってきたんですけど、もうすでにこの時点で結構多様性がなくなっていると思っていて、例えば、この、なんていうか、ラグビーボールみたいな、サツマイモみたいなやつ。これってどの画像にもあるんですね。で、まあ、この各世代のトップの画像を選んできてるから、そう見えるかもしれないけど、多分40個体を見ても、おそらくここにサツマイモあると思うんですね。つまり、サツマイモの遺伝子はここでも固定されていて、この遺伝子はもうこのボディに関わることはないんですよ。だから、初期の頃はいろんな図形がこう体に入っていて、まあ、体にっていうか、これからボディになる領域に出たり入ったりして、たまたまこういいところに入ってきたやつがまあ保存されてっていう感じで、こうトライアンドエラーがすごくあったんだけど、今この5000世代目はこのサツマイモはそのトライアンドエラーのサイクルに入ってないんですね。っていうふうに見ると、結構そういう図形がいっぱいあって、どの画像にも共通しているものありますよね。その図形たちはトライアンドエラーに入ってこないです。で、今最新版っていうのは1000何百って感じですけど、あ、ごめんなさい、1万ですけど、1万のやつ取ってきてみると、その影響、その、なんつうかな、状況が非常に顕著に現れていて、周りの図形、おそらくほとんど全てがほぼ固定されているようなに見えます。で、つまり、まあ、ちょっと具体的にこの足の生える速度とか僕見てないんですけど、多分、作者としては、これからこの足の細部と手の細部を作っていきたい。っていうか作られていくことを期待してると思うんですけど、足の領域にトライアンドエラーで周りの図形が入っていかないので、全然選択肢としてね、出てこないと思うんですね。だからこれから先、下手すると、あと5000世代、1万世代クリックしても足生えないかもしれない。と思ってます。フラグになってて、これが実は全然すぐ生えますってこともあるかもしれないけど。だからこうなると、その突然変異が確か入ってるってさっき書いてあったんで、突然変異でさっきのサツマイモがポンってここに肌色で入ってくるとか、そういうのは非常に低確率で起きると思うんですけど、通常の GA のサイクルの中でこう図形が入ってくるってことはないかなと思うんで、かなりこれはもう停滞してて、正直ここからクリック数をさらに稼ぐのも大変だし、進化の速度もかなり遅くなってるんで、ちょっとそろそろ完成なんじゃないかなという気はしています。
停滞を多分補足する感じになるかなって思うんですけど、うん、この女性、まあ女性かどうかわかんないですけど、この女性の体の周りに赤い輪郭みたいなのあるじゃないですか。はい、どこだろう。ちょっと広く見たときに、女性の周り、体の外側を覆うように赤い輪っかみたいな、ちょっとうっすら僕には見えるんですけど。ラグビーボールみたいな形？あ、そうです、そうです。あ、それです、それ。これだね。どの画像にもあるってのと、あとは左下に、なんか蛍光グリーンの上に赤色みたいな点も、どの画像にもあるじゃないですか。はい、そうですね。だったら左上の、例えば一番角っちょの黄色い丸も、うん、はい、これ全部固定されてるので、そうですね。その背景画像が変わるっていうのはもうほぼほぼこれで確定しちゃっている、うん。これ以外の候補はもう存在していないのかなっていうふうに感じられますね。はい、その通りですね。3000個がもう使われきっちゃってて動く余地ないかなっていう。まあ40個体いて、どの親がどう選ばれても全員ここに黄色があるから、その遺伝子をどう掛け合わせてもここに黄色が出てしまうんで、もう動く余地がないんですよね。ああ、まあその通りですよね。まさに。で、どうなんだろう、まあ、ここから変わるっていうのは確か難しいんですよ。うん、難しいっていうのは、もうお二人おっしゃるようなのかなと思ってるし、うん、例えばこれピッてこの辺だと黒い髪とかいろいろあったんですよね、実は髪的に見てると。一瞬そう、黒髪の時代もありましたね。あったんですけど、それが一回発散して赤になったっていう、うん、すごくこれはね面白い。なんかまだその時多様性っていうのが残されていた、ね、あの時はまだ探索する力があって、ここからこうピョンって飛び越える力があったんで、そうだったと思います。うん、で、うん、なんていうんですかね、でも、なんだろう、そう考えると、まだね、チャンスはあるのかなと思いつつですよ、この、インタクチビの本当難しいところ、うん、まあ、本当にこれが引っ張られちゃう、やっぱ評価者が引っ張られちゃうっていうところは非常に厄介だなっていうのはありますよね。やっぱりそこは難しいし、それは停滞の要因だし、うん、ね、というか、まあ、この問題は、問題ですよ。考えて。ドムさんはなんか違うところが問題だと認識してる可能性あるな。これは板口の本当に、はい、もう本当に面白さっていうのは一つあって、僕はさっきも言ったんですけど、うん、それでしかない方向に持っていっちゃうと、もうそれでしかなくなっちゃう。そういう要は、うんうん、評価者が最適化されちゃ、先に最適化されちゃう。ああ。うん、っていうのがやっぱりその課題だなと思ったし、コミュニティによっても、確かにね、うん、そうで、やっぱそれいかにしてそもそもの画像の最低の探索領域を、あ、それ確かに余地を残せる、要はをしないといけない。それは人間のやっぱステレオタイプ、働きやすいか、マーカーとして、マーカー、そう、こういうマーカーじゃなんか分かってる、ね、ようやく分かってきた。トドさんがおっしゃってるのは、うん、この人間の評価っていうのは常に同じ基準でロボットのように評価するべきなんだけども、だんだん人間もなんか学習するのか、うん、なんかこう慣れてくるのか、そうそうそう、あ、こっちの方がええやんって感じで、だんだん考えが変わってくるってこと、ね、変わっちゃう。だって1万5000世代までいったら、もう、うん、こんな、こういうふうにしたいよね、みんなみたいになってくるんですよ。はいはい、でそうすると、やっぱり人間側の修練が起こっちゃう、先に。うん、まあ、だから人間の修練というのと、うん、はい、それと同時に、その板口 GA そのもののその設計の問題で、それを起こってしまう、よりそっちにみんながその最適解がみんなバラバラだったりかったものを、それが一つまとまっちゃったから、うん、GA がシュッてなっちゃったじゃないですか。要は、多分最初の世代って最適解いっぱいみんなあったから、はい、GA って修練できなかったけど、5000世代バブルまでいっちゃったら、その要はもうみんなが先回してこれに修練させちゃったから、もうそしたら GA もヒュッとなるじゃん。そ、まあ、よしあしはちょっとわからないけど、そういう効果はあるでしょうね。もうこれが出始めたらもうこっちの方向行くしかないもんね。だからこれは多分すごくこういうものを作った時にできました、多様なもの、多様な意見を取れてできましたとは言いづらいものですよね。まあまあ確かに、体育会かどうかっていうのはもう甚だ疑問っていうのは、だから
ある意味そこはもしかしてインタラクティブ事例設計するときに気をつけなきゃいけないことかもしれない。質差を与えてるかもしれない。うん、本当に僕もそう思います。うん、でちょっとスライドで補足しますけども、でそのまあ、今の話と本当に関連してて、どういうふうにそれを回避するかっていうのが一応アイデアはあって、まあ、まずそもそも多様性の維持って難しいと。で、なんでかっていうと、まあ、ちょっとこれね、やってないと感覚がわからないと思うんですけど、進化の序盤って、とにかく致命的な遺伝子の組み合わせを回避するような方向に強い力がかかるんですね。で、まあ、なんていうかな、致命的なものがなくなった後、中盤からだんだんより良い遺伝子の、まあ、探索に入っていくっていうイメージで、で例えば、まあ、ちょっと分かりにくいんで例を挙げると、ドレッシングのレシピの最適化の場合って、最初本当にランダムで作るんですけど、序盤は塩コショウが整う方向にしか進まないんですよ。なんか塩コショウが整ってないとまず食べられないんで、まず塩コショウを整えるんですよ。で、その後ようやくレモン汁でちょっと酸味を与えようかなとか、ちょっとこう、柚子コショウっていうかこう味をつけようかなとかっていうふうに入ってくるんですね。で、順序があって、序盤に味付けが入るってことは、まあ、まずないというか、まあ、多少はそういう力がかかると思うんですけど、圧倒的に塩の力の方が強い。で、結局、中盤に差し掛かった時点で、その味付けをするだけの多様性が残ってないと、塩味だけで終わっちゃうんですね。という、まあ、問題があって、それを回避するにはどうしたらいいかっていうのは、ちょっとまだこう具体的な研究報告があるわけじゃないんだけども、まあ、研究、我々が研究している中ではこういう方法を取ってるっていうのは一つあって、まあ、ちょっとこの論文また引用なんですけども、その子供を産むときに、これは、レックスだったかな、のアルゴリズムで、産むんですけど、その、子供の遺伝子をどれだけ散らばらせるかっていう、その分散具合に関わるアルファっていうパラメータがあるんですね。まあ、乱数にかけるんですけど、どれぐらい分散、散らばらせるかっていう。アルファが大きい方が、遺伝子としてはこう、チリジリになる。非常に広い分布になるっていう感じで。で、このアルファをですね、調整します。これは問題によって変わるので、この問題ではこの値っていうふうに調整するんですけど、どういうふうに調整するかっていうと、選択圧がかかるパラメータはちゃんと収束し、かつ選択圧がかからないパラメータは収束しないように、アルファ、絶妙なアルファの値を見つけるという作業をしています。これはもうシミュレーションで頑張って見つけます。で、選択圧がかかるパラメータは収束しっていうのは実は簡単で、要するに、こっちの方がいいってクリックしたらそっちの方に収束していくっていうのはまあ当然といえば当然なんですけど、問題は選択圧がかからないパラメータを収束させないことなんですね。で、これって背景の画像って選択圧がかかってないんですよ。我々背景見てないじゃないですか。こっちの背景の方がエッチだとは思ってないわけで、だから背景って正直どっちでもいい、どうでもいいんだけども、どうでもいいにもかかわらず背景が収束してるんですよ。これはさっき言ったこれですね。選択圧がかかってないパラメータが収束しちゃってるんです。でも本当はそうしたくなくて、背景は常に何でもいいんでバラ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 っとしていてほしい。で、たまにこの、まあ、このキャラクターの手前にポンと出てきて、より良いパーツになってほしいっていうそのトライアンドエラーを行ったのにね。だけど、これはそうなってない。こういう、まあ、パラメータを探していて、で、まあ、具体的にシミュレーションどうするかっていうと、この左の列は収束させるパラメータが世代によってちゃんと収束するかを見ていて、まあ、0から始まって、この、まあ、この値、前近してるこの値が実は最適なんで、そこにちゃんと収束している様子があって、かつ、右の列は、選択圧をかけていないパラメータですね。こっちのパラメータとは無関係なパラメータ。もう常にランダムで選ばれるようなパラメータで、で、これは収束してほしくないので、なんていうかな、この、まあ、散らばり具合がちゃんとバラバラっとこうなってほしいんですね。ただ、アルファが 0.98 って微妙に小さい値を取ってしまうと、もちろん選択圧がかかるパラメータは当然収束するんだけど、選択圧がかかってないパラメータもこれ、まあわかるかな。これね、収束するんですよ、これ。まあ青い線が例えばたまたま下に行ってますけど、これもずっと下でこの後収束するんですよ。無限に続けると。で、全体的な散らばりもだんだんこう、すぼまってきますよね。この状態っていうのはまさに、この状態です。背景は選択圧がかかってないのに、なんかの適当な、たまたまそっちに行ってしまった方向に収束してしまってるっていうことなんですね。だから、アルファが小さすぎる。で、適切なアルファっていうのは、まあ、ちょっと、この論文いくつだったかな。例えば1だとして、まあ1かもしれない。こういうふうにすると、これ見ると、ランダムに生成した時の、この散らばり具合と、まあ、無限世代続けた時の散らばり具合が、まあ大体一緒。
どんなに続けても、まあ、要するに背景、選択活動に変わってない背景は常にこうパラ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 っとこう何度も動き続けてるっていう、あのそういうパラメータを見つけてあげないといけないですね。まあ、パラメータ、アルファを見つけるか、またはそれを実現する交差方法を考えるかっていう。こんな感じで、まあ、私たち研究するときは、事前に綿密なシミュレーションをして、まあ、パラメータを調整するという。だから分かんない。僕は正直、これを作った人じゃないんで、この方がどういう具体的なアルゴリズムでやってるかって全く分からないんですけれども、あのそういう調整の余地があったんだとしたら、もうちょっとこう背景をね、動かせるようにできたかもしれないということですね。どうかしら。コメント読もう、その間に。初期で方向ができたらそっちに向かってるということですね。さっきの東堂さんがおっしゃってた。多様性が残る方法を取れば、二方向で収束みたいな可能性もあったのでしょうか。その通りだと思いますね。多様性がきちんと保たれていれば、わかんない。二つのキャラクターがこうずっと並行して残るってこともあったかもしれませんね。あったかもしれないけど、相当難しいだろうな。まあ、二つっていうか、まあ、複数っていう感じですね。なんかこう、胸はここなんだけど、ちょっと体の具合はこう、ちょっと違うみたいな。まあ、けど、まあ、それもできないことはないなと思いつつも、ただ、やっぱり、選ばれるかっていうところもありますよね、それが。あの、で、画像として出てきた人も。だから、やっぱり、まあ、画像として出さなきゃいけないとは、僕は最終的に思いますけど。はいはいはい。やっぱり、万人がこれぞっていうのが一枚出てくると、やっぱりそっちに引っ張られるっていう感じがしますよね。うん、まあ、だから、ご指摘はあっていて、ただ、すごく難しいっていう。例えば、今のやつで5000世代ぐらいで、はい、まあ、完全にでき、もう形作られてくるわけじゃないですか。はい、その時に全くもう一回0世代目の別入れた時を、あ、はいはいはい、入れて、逆に、なんだろう、そのもう一回ぐちゃぐちゃさせるタイミングってあった方、あっても収束ってするんですかね。あ、その考えは実はすごくよくて、大変異っていうのがあるんですね。たまに先世代ごとにすごい隕石を降らして遺伝子をぐっちゃぐちゃにするっていう、そういうのもたまにあって、確かにここにまあシーラカンスみたいな初期世代を入れてこうぐちゃ混ぜにしてやるっていうのはアイデアとしてすごくいいかもしれませんね。確かに。で次、確かに局所化に落ちてると思います。赤い髪だとなんか10年ぐらい前とかのアニメキャラとかゲームキャラを彷彿とさせられるということで、あとクリックしてる世代 の趣味が出ちゃってるかな。おじさんしかクリックしてないから、もしかして。次、致命的な遺伝子の組み合わせというのは、例えば巡回セールスマン問題で言うと、すべての年を通らないとかですか。そういうことです。致命的ですね。すべての年を通らないと評価できないんで、そういうのは、まあ、ただ、巡回セールスマンの場合は、なんていうかな、すべての都市を通らざるを得ないような遺伝子設計にすることが多いと思いますね。なんていうかな、通るか通らないかまで含めて探索しちゃうと、めちゃくちゃ海空間が広いんで、まあ、せめてすべての都市は通るようにその制限してやって、その中でどの順番でっていうふうに、そもそも遺伝子を多分工夫することが多いと思うので、なかなかその問題にはぶつからないですけれども、指摘としては合ってます。まあ、巡回セールスマンでいうと、例えばだから、なんつうかな、アメリカの都市のやつの場合は、西海岸から東海岸まで飛ぶような路線は絶対通らないじゃないですか。だからそういうのが致命的な遺伝子ですね。そこはまずありえないってことで消えていくはずです。少なくともこう、近いところの都市をこう順番につなぐような形になる。という形で、スライドとしてはもう最後です。インタラクティブ GA をこれからやられる皆さんは、まずコストかかるので、覚悟してください。で、この画像のやつは、うまくバズったんで、非常にたくさんの人が評価してくださったんで、してるので、うまくいってますけれども、そんな簡単にバズらないので、評価数をまず集めるところはめちゃくちゃ大変なので、まあ、できるだけ事前にシミュレーションして、いい感じのパラメータを決めてやって、まあ、評価コストをなんとか下げるように工夫してもらえればいいんじゃないかなと思います。うちも
まあ、ドレッシングが大変でしたけど、あのこれからコーヒーとかジュースの最適化もまたちょっと実は新しいプロジェクトが立ち上がっていて、で以前はねジュースやったんですよ。ジュースとコーヒーやったんだけど、あのこういった、ね、視聴者の中にもね、あのコーヒーの時に参加してくださっていると思うんですけど、コーヒー抽出してで何ミリリットルっていうのを機械が出てきたら、その機械から指示されたものを人間が混ぜて飲むんですけど、混ぜるのめっちゃ大変だし、混ぜてるうちに時間が経ってコーヒーがどんどん酸っぱくなってってってことで何もできなかったんですね。だけどちょっと今ちょっとあの全自動コーヒーマシンをちょっと調達しようとしているところなんで、それが手に入ればなんとかできるかなっていう気がします。はい、じゃ最後なんかちょっとお二人何かありますかね。だけどその個人このインその最適化っていうものをに人間のループを加わせるってアイデアは僕はすごく面白いと思うんです、思いますし、そもそもあの概念としてで、ただそのいろんなその修練、人間が修練してしまうっていうところと、そのまあそもそも修練させやすいアルゴリズムだとそれ加速的になっちゃうから、まあ、そこは気をつけなきゃいけない。だけど例えばさっきも私がちょっとちらっと言ったけど、言語化できないものに対して言語化可視化する機会を与えたりとかするっていうのは、まあ、すごい面白いけど、まあコストかかるしみんなやらないなって思うんですね。だからで今回もその絵を作るときに、その絵をその直接評価したっていうのも、まあ、一つも問題なのかなとか、うん、あまりこの画像出すのもあるんですけど、あの絵をそのものを評価するわけじゃないですか。で、はい、やっぱり何とか何か分けた方がいいのかな。これ直感的なもんですよ。だから生成するシステムと潜在空間みたいな、潜在空間の方を評価するみたいなっていうか、うん、の方が何かまだ遊べる、まあ、多様性っていうものを、まあ、作れるんじゃないかなっていうか思ってます。だからそもそも生成器がそもそもあの潜在空間が適切じゃない、要はその適切じゃないかもしれない、違うな、要はそのいやちゃんとなんかラインあの、まあ、これ生成器のディスタングルメントしてなかったら、要は突然にプンっていう、うん、あの谷ができるかもしれないですよね。でそれを谷の方向にあの引っ張る、あの面白さがあったら、もうちょっと多様性っていうのを担保できるのかなとか思ったりするんですよ。だからこれ画像そのものあの作っちゃう、問題作ると一つなんか多様性のチャンスが奪われてしまうというのはあるのかなと思います、うん、だからある程度そういうのを工夫しつつ、多様性がどこで担保できるかっていう可能性を一つ置いた上で、まあ、それ多様性の評価も必要だけど、それでやっぱりこういうのを組む必要があるのかなっていうのは私聞いてて思いました。はい、すいません。あ、ごめんなさい、半分ぐらいしか理解できなかったけど、まあちょっと手こ入れして多様性をしっかりとあの保つようなあの部分を入れてあげた方がいいっていう感じですかね。うん、そうですね、そうですね、うん、そうね。なんかそもそもまず GA で画像を作るっていうのがまず方法が確立されてなくて、その、うん、一番単純なのはピクセルごとの値を最適化するってことだけど、まあ、当然それはものすごい次元になってしまうのが大変で、まあ、そこでこの図形を貼り合わせるっていう非常に人間が絵を描くときに近いようなあの方法で絵を具現化させようっていうアイデアが出てきたんですけど、まあ確かに妥当だと思うんですけど、まだこれが十分洗練されてるとは言えないので、その矩形なのか楕円なのかっていう、本当にこれだけでいいのか、人間が筆で描くときは線でしょとか、線と円にするべきなのかとか、結構まだやるべきことは探索すべきことってあると思うんで、それがさらに洗練されていくとより良いあの画像の GA ができるかもしれませんね。はい、かもしれません。ヌーマさんは大丈夫ですか、最後なんか。そうですね、インタラクティブ GA ですね、今回のテーマは。はい、GA でもいいですよ、別に普通の。そうですね。なんかそのインタラクティブ GA、今回のこのエッチな画像っていうのは結構その Twitter でバズったもの。はい。だからその Twitter を使ってる人たちにとってエッチはこういうことですよっていう風になったので、例えばその集団を、まあ、まあ極端な話、幼稚園児とかにしたらまた全然違うものが出てくるだろうし。ああ、確かに。おじさんだったりおばさんだったりお姉さんお姉さん、まあ、老若男女のその各なんだろう世代とか各年、まあ、年齢層性別とか、うん、集団を分けて
実験というかやってみると全然違うものが出てくると思うっていうのがその面白さかなって思うので。確かに確かに評価した集団の特徴がやっぱり現れますよね。うん、そういうのをちょっと今度やってみてもいいのかなって。その違いを見てみるだけで確かに面白そうですね。なんかそれが なんか最適解ではないけど、それが局所解、うん、人間の局所解の分布を、分布っていうか、まあ、これが局所解なんだってちょっと見るだけでも面白いかなっていう。確かに外国人がやったらまた違うでしょうしね、うんうん、そうですね。日本人だから胸が最初に出てきたわけで、うん、違う人種だったり、うんうん、確かに違う人だったら全然違うものが現れるっていうのが、まあ、うん、インタラクティジェのすっごい面白いなのかな、面白いとこなのかなっていう気がします。いいですね。あの知的好奇心が湧いてきますね、その辺の研究の。うん、じゃあありがとうございます。じゃあこの辺で終わろうかなと思いますので、エンディングも作ったんで一応流しておきますけど、オープニングよりねちょっとゆっくり、かわいい。はい、じゃあ皆さん良い GA ライフを送ってください。あの概要え、京王線のなんか、うん、列車が通過するの流れで、あ、そうなの、いなと使ったことない概要欄にあの関連リンクとか貼っておきましたんで、まあ、興味ある方は見てみてください。じゃあ配信閉じますので、さようなら。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。